はい、皆さんこんにちは。ソロギタリストの城直樹です。本日は、ソロギターアレンジ実況をお届けしたいと思います。今日取り扱う曲はメダカの学校になります。ぜひ見ていってください。はい、メダカの学校ですけれども、皆さん一度は多分歌ったことがあるんじゃないかなと思います。今日はそれをですね、今日ソロギターで弾くためにアレンジをしていきたいと思います。いつも言ってますけれどもね、メロディーとそしてコードの情報があれば、ソロギターにアレンジしていけるよと、譜面が書けますよということなんで、その時に耳コピーするのももちろん方法の一つですけれども、自分が持っている楽譜の中でそのコードとメロディーの情報が、その楽譜に載ってれば、まずそれからそのメロディーとコードの情報を得るっていうのもいいんじゃないかなと思います。ということで、まずはですね、そのメロディーとコードをシャッフするっていうところから始めていきます。今日はですね、メダカの学校がですね、いつも使ってるこちらの楽譜に載ってましたんで、こちらからシャッフしていきます。で、無料のですね、ミューズソコアというですね、無料の楽譜を書くソフトを使っていきます。それでは行ってみましょう。はい、まずは新しいスコアの作成で、そしてこのタイトルとか別に入れなくても大丈夫です。で、ここでソロのギタープラスタブ4を選んであげて、で、シャフする楽譜のキーをシャープの数ですね、選んであげます。今回 D ですね。で、4分の3とか4分の4、これもちゃんとシャフするやつに合わせてあげます。で、小節数とかこれも適当でいいです。後で消せますからね。はい、で、これで今楽譜は用意されました。で、一応これ保存しておきます。メダカの学校ですね。はい、はい、で、そして譜面を選んであげて N を押すと入力モードに入ります。で、1,2,3,4,5,6 がそれぞれですね、この長さに対応してて、8分音符だったら4、4分音符だったら5って感じでですね、数字を押してあげるとこの長さを変えられる。で、ドレミファソラシドが、キーボードの CDEFG に対応してますので、四分音符のレの音が打ちたかったら、四分音符5番選んであげて D を打つとこうやって打ち込まれるっていう感じですね。で、オクターブを移動させたいときは、コマンドあるいはコントロールの上下を押してあげるとこうやってオクターブが移動されます。で、その時にね、この便利なのが、タブ譜もね、一緒にこう移動してこうやってちゃんと反映してくれるっていうのが非常に便利です。じゃあこのまま打ち込んでいきます。次は四分音符のままですね。で、譜点を打ちたいときはピリオドですね。これピリオドを、一緒に選んであげると譜点が打ち込まれます。こんな感じですね。四分音符でのシボンプで、で、次は譜点が入って、で、8分音符ので、全音符で、で、シボンプ8分音符間違えましたね。で、休符の場合は0を打つと休符が入ります。給付は0。で、2分音符で、はい、これで全部打ち終わりましたね。で、いらない小節は、選択してあげて、で、右クリックでこれで消去できます。はい、で、一応一回聞いてみましょう。
大丈夫そうですね。じゃあ次はコードを打っていきます。コードを打つときは、この選択してコントロール K あるいはコマンド K ですね。そうするとコードの、入力モードに入ります。でコード例えば D だったら普通に D って言ってあげます。でタブを打つと次の小節の、頭に移ってくれるんでタブですね。でこういうふうにコードを打っていきます。で、スペースだと次の音符に飛んでくれます。タブだと次の小節という感じでコードを打っていきます。もう本当に今シャッフルしてるだけなんで、元々に書いてある、やつを写してるだけですね。こんな感じ。はい、終わりました。そしたら次にやることはレイヤーの2にこのコードの、ベース音ですね、最低音を入れていきます。入力モードに入って、でそしてレイヤーの2を選択してあげると、これで今からレイヤーの2に打たれることになりますんで、これでベース音を入れていきます。でオクターブ外れたら下にやってあげますね。で次 A D で G っていう、でその時のギターで出る最低音を鳴らしてあげます。はい、こんな感じですね。でこれで一回聞いてみましょうかね。はい、でこれでですね、これで弾けないことももちろんないんですけれども、やっぱこの D の時にですね、メロディーとベース音が完全にかぶっちゃってるんで、こういうのはまあできるだけソロギターでは避けたいんですよね。でここでいろいろと、じゃあ、どういうキーで弾けばいいのかなっていうので胃腸をしていきます。で例えばじゃあ C で弾きたかったらここで C を選んであげてポチってやると、これで C だったらこんな風に弾けますよって感じで出てくるんですね。で C だとこんな感じと、なるほどなるほど。はい、じゃあ今 D なんで、じゃあ E で見てみましょうか。はい、こんな感じで、まあ自分で弾きやすそうだなっていうやつをですね探してあげるんですね。 F、 もちろん経験を重ねてくるとですね、いちいちこんなことしなくてもだいたいどの辺のキーでね弾けば弾きやすいんだろうなって予想はつくんですけど、今ちょっと皆さんに見せるためにですね、全部やってみます。次は G、 はい、こんな感じです、はい、で一応 A も見ましょうか。あー、なるほどね。まあだいたいねこういう感じの曲は G が一番弾きやすいんですよ。ちょっともう一回 G で見てみましょう。はい、はい、G だとこうなりますね。メロディーの部分がもう大体何ていうんですか、こう3フレット以内に収まっていて、開放弦も非常に弾きやすそうですね。でここの G がですね、今メロディーと同じ音の G になってますんで、これ今、4弦の5フレットになってますけど、これはオクターブ下げてあげればいいんですね。この音をですね、こういうことですね。なんで G、こうやって、なってるやつ全部こうオクターブ下げていってあげます。そうするとメロディーと、このベース音が、ちゃんと離れるっていう感じになりますよね。はい、でこう、はい、でこれで一回聴いてみましょう。でここであとはこの間の伴奏をどうやって入れていこうかなっていうのを考えてあげます。でここで初めてギターを持つわけですね。じゃあギターを持っていきます。よいしょ、はい、ギターを持ってきました。じゃあどうやって弾いて、まあとりあえず譜面に書かれてる通りに弾いてあげると
で、これにもうちょっとベースと和音を入れていくって感じですね。まあ、上の方がこうやって四分音符でこう並んでるときは、あの下の方のベースですね、これをですね、まあ、あの密度を高くしてあげるんですよね。だから上が四分音符で下も四分音符とかだと音が同じタイミングで出ますんで、間を入れていってあげるとかね、八分音符をここで挟んであげると、まあ、いい結果になりやすいですよね。なのでここで、まあこのまんま、これで B ですね、こういう音を鳴らしていってあげて、でこの上のメロディーが鳴ってる間はこの下の B がこう伸びてるっていう形で考えてあげます。なのでここがまあこういうふうに伸びてつながってるってことですよね。でこの後にちょっと入れてあげようかな。この後に、これがだから八分音符になって、うん、まあ、このこういう書き方よりかここをじゃああれしようかな、ここが四分音符になって、で次のここで D の音が入る、まあ、こんな感じですね。もうここにもベース入れていきましょう。ここで、そしてこのアルペジオが入ってきてこんな感じ。ここですね。でここはまあいろいろこの間に入れてもいいんですけど、なんかこうちょっと。ちょっとリズミックな感じなんで、こう四分音符で刻んでみたいと思います。そうですね、こんな感じでちょっと刻んでみて。で、ここから、ここはさっきと同じ方針ですね。でここが、8分音符になって、でこの時に、まあ、ちょっと一緒に和音を少し鳴らしてあげましょう。この G ですね。でそして、次でこの B が4分音符になって、で次にメロディーが鳴って、その裏で、このまた和音が鳴ると、こういう方針ですね。でここも入れてあげた方が良さそうですね。ここ C の和音をちゃんと入れてあげます。こういうことですね。でここがそのまんまこう短くなって、なんでここでやってるリズムと同じベース音を、ベース音のリズムはここと一緒のリズムで入れてあげるってことです。で四分音符で、でこのソが鳴って、この後にメロディーがここ来るところですね。メロディーとこの伴奏が被らなくなんとなくしてあげるって感じですね。でここ G のここの、レの D の音はもう一小節全部伸びますんで、その間に、G のアルペジオをしてあげるっていう感じですね。
でこの最初の頭のところもちょっとこう和音入れてあげた方がいいと思うんで、こんな感じにしてあげましょう。こうしようかな。一回その後にこれに行くんで、ここで2拍目まで全部アルペジオにして、でここでも2拍、和音で伸ばしちゃおうと思います。なんか G とこういうことですね。でまあいろいろやり方考えられるんですけど、結構この曲のハイライトなんでね、でもまあちょっと一応初心者用の譜面を想定しているので、あんまり難しくならないように、メロディーとベースをですね同時にあんまり弾かないようにします。これがシロップで、でこの後本当だったらこの2拍目のところにこの3弦の G の音、ソの音を入れてもいいんですけど、ちょっとあえて入れずにいきたいと思います。その方がちょっと弾きやすいんでね。これは四分音符ですね。四分音符でこの G が、あ、G じゃない、ここが要するにこの音が伸びて2拍目伸びてるということです。でこの後にここももう2拍全部 C の、和音を引っ張るっていう感じにしたいと思います。ここですね、 C のあと今ここに入れました。はい、でそうするとこうなりますね。でどうしようかな。ここはここも四分音符でちょっと刻もうかな。 G、D にして G、で D、で次のここの C の部分はここと全く一緒なんで、ここのレイヤー2だけをコピーします。このセーブ2ってやつをちょっと入れて、でそうすると今これセーブの2ですね、レイヤー2だけがコピーされているので、ここにレイヤー2だけをこうやって貼り付けることができます。で次のここもそうですね、 G のところも、レイヤー2だけコピーしてレイヤー2だけを貼り付けるっていう感じですね。そうするとまあ同じの2回続いてるところですね。まあ和音をじゃらーんってやってもいいですよね。和音変えておこうかな。ここ和音変えていきましょうね。ここ、ここで要は、ここのベースがこうやって入ってくるところです。こういうことですね。で、ここもですね、ここもVDG というのが入ってくると、こんな感じですね。でここも D のもう、レファラの1度5度でレとラですね。でここも四分音符で刻んでみたいと思います。こんな感じですね。まあいいんじゃないかな、こんな感じで。ちょっと最初から弾いてみます。
まあちょっとね、この、四分音符でドンドン、ドン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 とこのドン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 ってやる雰囲気と、最初の歌い出しの、ここの、あのベースの入り方がちょっと違うんで、まあ統一した方がいいかなっていう気もしないでもないですけど、逆にちょっと違ってても面白いのかなっていうのがありますね。なんでまあいろんなベースの入れ方でね、結構雰囲気変わりますんで、皆さんもぜひ研究してみてください。ということで今日はですね、メダカの学校をちょっとソロギターにアレンジしてみました。このソロギターにアレンジする方法はね、まあいろいろあると思いますし、あとこのベースの入り方、和音の入り方でですね、だいぶあの雰囲気違います。あとコード変えたりとかももちろんできますんでね、とりあえず基本的には、まあとりあえずギター1本で弾けるようにするっていうアレンジですね。まあ簡単な、曲からですね、皆さんもチャレンジしてみるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、メダカの学校でしたね。今日はね、皆さんもぜひ弾いてみてください。ソロギタリストの城直樹でした。それではまた。